はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはこちらはレンズですね、バルナック用の L マウントタイプのレンズ、スクリュータイプのレンズで、こちらはレーツじゃなくキャノンになります。日本製のキャノンレンズで、こちらは、単焦点の 50mm の F1.4 というかなり大口径の明るい、非常に明るいレンズになっております。はい、ではこれ付属品としてリアのレンズキャップと、これ純正の、フロントキャップついております。あとですね、こちら健康の、レンズフィルターがついてます。はい、見ても分かる通り、まあまあ分かる通り大きいんですけど、まあ装着してみないとちょっと違いは分からないかもしれないですが、かなり大口径になって F1.4 になってますので、かなりの大口径レンズとなってます。ね、と言ってもそんなにね、そこまで重い感じはないですね。大口径ズマリットとかなるとかなり重いですけど、それに比べれば若干軽い感じはします。はい、でまずは外観から、ね、黒い部分はちょこちょこねペイントの剥がれはありますね。フロントもねちょっとね、まあそんなに綺麗ってわけでもないですけど、もう大きな傷とかへこみとかはないですね。メッキの剥がれまではないですね。見にくいような、そんなに汚いってわけでもなく、まあ、普通の状態かなって感じですね。まあ年代層を考えると。はい、で、こちら当店で整備済みで、それで、まずは絞り関係ですね、こちらは清掃しており、絞りの羽の清掃してますので、油浮きなど癒着などありません。はい、であとは絞り管ですね、絞り管を掃除してグリス塗ってますので、非常にスムーズになって動いてくれます。でこれベアリングが1個入ってますので、カチカチときっちり止まってくれます。この音がいいですね、気持ちいいですね、カチカチっていうの音がね、私はこれ好きですね。はい、非常にスムーズです。あとこちらヘリコイドグリスの交換をしておりますので、非常にスムーズです。軽すぎず重すぎずっていう感じですね。やっぱ一番レンズで気になるのがやっぱ光学系で、吹き傷もキャノンレンズはレーツレンズに比べたら軽いかも、レンズは強いかもしれない。 あんまり吹き傷は少ないですね。やっぱりレーツはやっぱり柔らかいんで、かなり吹き傷が多いのが多いんですが、これはねそんなに吹き傷はないです。といってもやっぱ若干ね多少ありますので、その人の気になる方はちょっとお控えください。でも全然ね撮影に影響を及ぼすレベルのものは全然ないですし、見ても分かるかなりクリア状態です。中も中玉の曇りもほとんどないですし、コーティングもしっかり残っており、しっかりいい描写をしてくれました。私はねそんなにねレンズの違いは分かる方ではないんですけど、まあねコンストラクトが高く、まあ私もカラーで撮影することが多いんですが、まあカラーで案外鮮やかな感じの描写をしてくれます。はい、でもまあまあだから私はキャノンレンズもまあまあ好きですね。カラーでしっかり撮りたいときはキャノンを使ったりします。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。キャノンレンズ 50mmF1.4 のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。